シーズン2。晴れた頭はもう手遅れ。 B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は金曜日ということでお疲れ様です。今週もどなたでしょうか。長かったですか、それともサクッとありましたですかね。はい、お疲れ様です。はい、北九州方面、今日の天気も快晴ということですが、朝ちょっとひんやり、だいぶ涼しいなっております。半袖でもちょっと長袖着たがいいのかなという感じの、天候になっております。気温はどうでしょうか。23とかですかね、朝の時点で。はい、日中暑くはなるのかなっていう感じですね。もう夜はもうちょっとしんしんとちょっと冷え込むっていう言い方したら、なんかめちゃめちゃ寒いような言い方ですけど、だいぶ気温が下がってる感じで、はい。メダカちゃんも元気に泳ぎ回ってっていう感じなんですけど、はい、だいぶ水が濁ってきましたですね。でもあんま買えないっていう意見があるので、とりあえずもうちょっと、はい、置いておきます。まあ、ちょくちょくあのストーリーでですね、あのメダカちゃんをあげておりますので、あのいただいた方にいつもそれで確認をしてもらってる感じですね。はい、まあ、なかなかですね、難しいですよね。はい、まあ、入り口はこんな感じでどうだろうかと思います。もうわからず放置するのもいいんでしょうけど、いろいろ手取り足取り教えていただいてですね、ご指導してもらった方がやりやすいのかなと。結構あのあれですね、メダカをされてる方がいらっしゃるじゃないですか、多いので、うん、たくさんの方からなんかあのメッセージいただけますね。ありがたいことですね。こう気にかけてくれたりですね。基本ですね、あのメダカでこうなんですか、あの増やして、あの最高のものを作っていくぞとかいうような感じは本当ありません。あのレッドキャットウィーズルを徒長させる男ですからね。とりあえず元気にメダカちゃんが生きていければいいのかなと、っていうような感じでやっておりますんで、はい、基本はそれでございます。なんかこうね、繁殖させてから、ね、パキポキが育てましたメダカです、いりませんかとか言ってですね、まあ販売するうちもさらさら今ないのでですね、はい、めちゃめちゃね、なんか自分がすごいこれにハマってしまってですね、めちゃめちゃいい感じになるんやったらまた話は別ですけど、まだ全然右も左も分かりませんからですね、実際送り切らんしね。終わって送るとかっていう感じですけどね。取りに来てくれるならまだしもね、そんな感じがしますが、昨日ですね、ライブありましたね。ちょっと里島さんもあったんですけど、ちょっと見に行けなかったんですけど、まあ、副反応はなかったんです、ないんですけど、コロナのワクチン打ってですね、副反応はないんですけど、ちょっとなんか体が悪いなーっていうことだったんで、まあ、薬というか、なんですかね、まあ、応答とかっていうやつを飲んだりとかですね、して、はい、あとロキソニンやったかな、なんかそれも一応飲んでおります。なんかひどいね、頭痛があったりとかそういうことまではないので、はい、まあ、薬飲んどきゃ大丈夫かなっていう感じで、ございます。はい、先ほど言ったのライブですね。昨日は、まあ、吉野さんが、久しぶりにライブ立ち上げました。内容はですね、ポストの方で、上げてありますけど、まあ、演芸やろうぜの告知、プラスアルファ、備前焼き、いつも鉢ですね、備前っていうので、出しております。いずるさんとかですね、トルコだとか薄紅だとかですね、はい、そういったのカラフルな備前焼きの鉢なんですが、昨日はですね、マグカップって意味でいいのかな、マグカップとタンブラーですね、ちょっとこう グラスではね、グラスを使わせるね、の2種類をちょっとアウトレットで仕入れてきたので、いる人いるみたいな感じで、はあ、すごい人気、あっという間に、まあ、実際ですよ、定価が4000何百円、やっぱりする、4000600円ぐらいとかだったかな、
まあそうですよねって、うん、それが普通ですよねとか言って思ってるんですけど、一応アウトレット品を自分が見て買ってきましたよとか言っていうので2700円っていうのがえらい安いねとか言うので、みんな食いつく食いつく。やっぱりね、ビゼの良さが分かっとるんで、鉢だろうがね、そういった食器だろうが、もうやっぱすぐやっぱみんな買いますよね。はい、私もトルコのタンブラーをね、一つ買いたいということで一応言ってますけど、なんかもう吉野さんベロベロになって酔っ払ってんでとりあえず受付するけど上から順に売って売り切れたらごめんねーという感じ。商売ってのはなさ、もう大好きですね。みんな欲しいやったらね、ね売るよーみたいな感じがね、うん、いいですよね、ほんと思います。なんでか知らんけど転売されんのよねとか言って言うたんですけどうん、いいと思いますよ。転売されてまた嫌な気分になるのもどうかと思うし、転売されて宣伝になるっていうのもいいんでしょうけどですね、実際ね、吉野さんが出す金額は多分買えないでしょうから、もう転売されてるから、このタンブラーなかったトルコ鉢を、いや今3000年分にしとるけど6000にしようかとかっていうことは多分しないでしょうからですね。はー、もう大変粛だね、そう思いますが、はい。で、昨日は私の描いた絵の、ロング T シャツ、ロン T ですねとか、あとこの前送りました、80枚ほど送りましたがですね、プリントですね、まあ、フライヤーというか、はい、まあ、今度の演芸やろうぜで皆さんに配るなり売るなり好きにしてくださいというような感じで協賛させていただきました。前回の春の演芸やろうぜの時もですね、そういうの送ってみたんですけど、その時は20枚ぐらいやったんですよね。でもよく考えたら700人オーバーなんですか、マジですかっていうことなんで、まあ、今回の80枚はどうかと思ったんですけど、まああれで少しでもね欲しいっていう人がいらっしゃればですね、ぜひもらえれば、うん、お金かかったらすいませんね、なんか1枚いくらとか言ってるんやったら、まあそれで買ってやってくださいということでございます。で、昨日の吉野さんのライブ、やっぱ久しぶりに見ましたけど、やっぱああいうライブが好きっすね。ねえ、なんかやっぱ歌もあり、ねえ、タバコ吸いながらお酒飲みながらって結構傍から見たらめちゃくちゃやなって思うかもしれませんけど、なんか人間臭いというか人間味があるライブの内容で、ね、終始笑いがあり、コメントもちゃんと拾って、ね、笑いに変えてるって、あれいいよなーって、やっぱこれがライブよねってやっぱ感じますね。はい、じゃあちょっとこの続きは YouTube で。バキコキツくんのブラキー、はい、バキポキーさんのぼやきやっとバキーです。はい、肌寒いですが天気はすごくいいです。はい、雲一つないですね、ほんと。はい、いい感じだと思います。で、まあ、昨日のその吉野さんのライブでですね、昨日はちょこちょこ語りが入ってました。語りというか悩みがあるんですよねというところで、はい、なんか右肩でずっと頑張ってた子が派遣っていう言い方していいのかな、なんかそこでこうその方がもうちょっとね、もう戻るとかいう話とか、まあ、一番ちょっと笑ったのは仮設トイレの話ですね。はい、まあ、ポスト見ていただければわかると思うんですけど、やっぱり吉野さんの仕事っていうのは現場仕事が多いみたいで、そこである仮設トイレっていうのがあるみたいで、でその仮設トイレっていうのは、まあ、普段の何ですか、トイレよりはまあちょっと当たり前なんですけどね、狭い感じで、でよくイメージ的にはくせえななんとか汚ねえなとかいうのは別にまあないらしいです。最近の仮設トイレは本当綺麗になってるみたいで、ただなんかいつ頃っつかね、ちょっと前ぐらいから鍵がなんか壊れてるっていう話になってまして、鍵が壊れとったらダメやねっていうことなんですけど、まあ勝負だったらですね、チャラッとしたら別に出ていけるしいいんですけど、問題は台ですね。台をするときにめちゃめちゃ困ると、
台をしてたらいきなり人がパンと入ってきてから、あ、すいません、止めて。なぜか量を足してる人が謝っているというですね。はい、普通あげた人が、あ、すいませんって言うやろもって話なんですけど、でこれでいかんということで、手で押さえながら、手がつりそうな感じでですね、手伸ばしてからこうドアを押さえながらやるけども、なんかちょっと嫌やわっていうことで、針金をなんか鍵のとこにこうして、で引っ張って、針金を引っ張りながら用を足すと。もう想像しただけでもウケますよね。それでも開けてくるらしいんですけど、勢いよく開けられたらね、あ、針金持っとる吉野さんがこう抜け取ってからドワーッとか言って、ケツ出しながらこけるみたいな感じも、なんか想像しただけでもゲラゲラ笑い言ったんですけど、はい、そういうことがあって、あ、もういよいよもうちょっと鍵変えたがいいなとかって思いますとかってなんか言ってましたね。まあでも昨日は1時間、ちょっと2時間もしてないのかな、ですかね、ちょっと、あ、どうやったかな、違うかもしれないですね、すいませんね、まあ、2時間ぐらいはされてたんですかね、はい、すごい内容の濃い、ね、ライブだったんですけど、やっぱ演芸至上主義という替え歌だそうですけど、あれもすごく気に入ってるみたいです、あれを前面に押してるみたいな感じですね、はい、私はちょっと歌いきれませんけどね、はい。で、まあ、その吉野さんですけど、まあ、大体いつも、まあ、ハイボールなりグリーンラベルを飲んだりするんですけど、昨日はそのトルコのタンブラーにですね、ハイボール濃いめでちょっと飲まれてあったんですけど、やっぱ皆さんの鉢がある前ではとか、まあ、鉢はないって言ったか、そういったタンブラーとかマグカップがある前でちょっとタバコ吸うのはちょっと忍びないのでって言って、まあ、ああいう心遣いですよね。やっぱ見る人も、うわ、この人、私たちの、ね、俺たちの買う、なんかその、ものに、まあね、タバコバンバン吹きかけたりとかっていう、その配慮があるっていうのは、まあ、さすがだなと思いましたですね。で、ちゃんと断ってタバコも吸うしですね。で、やっぱ人柄もあってば、みんなでいいです、いいですよって、やっぱなりますしね。はい、これやなと、本当、感じておりました。で、実際ですね、まあ、ハイボール飲んでたんですけど、なぜか知らないけど、グリーンラベルが出てくるというね。ただ、昔、ハイボールと、ビールと、梅酒を並べて、なんか、ちゃんぽんして飲みようんですね。それ酔うわとか言って思ったんですけど、なかなかそういう飲み方はせんですよね。はい。それ一つが終わって、ちょっと、ね、酒今度何するかなって言って帰るのは分かりますけど、同時進行って初めて聞きましたね。いやー、すげえなーと思って、めちゃめちゃやっぱ飲む人なんやなっていうのを昨日感じました。で、最後らへんだったらもう目がトロンとなって、相変わらずもう目が潰れてしまっとったんでですね、明日仕事ですって、仕事帰りとか思いながらですね、もう飲みすぎたら、あんた酒残ったんだから、けど捕まればいいとか思いながら見よったんですけど、はい。で、やっぱもうライブでもですね、販売株だとか、なんかちょっと最近やったこととか言って、写真をこうね、ライブの一コマとしてこう出したりだとか、動画を出したりとか、使い方いいと思うんですけどね、あれ吉野さんぐらいしかしてないでしょうね、多分ね。皆さんね、あれすればいいのですね、販売する人は。やっぱ間がつながらないと思うから、あらかじめこう動画で作っといて、で、ご自身はサムネイルで右上に出てきますんで、ちょっとこんなん見てくださいって言って、ちょっとこんなをつなげるためにやったりとか、そこになんかちょっと音楽を入れたりとかしとってもいいんじゃないかなとかって思うんですけど、やっぱそういうの考えないんでしょうね。やっぱ生でこう、やっぱ話す感じのがいいのかな。昨日もトイレ休憩、ちょっとトイレ行ってきますから、これちょっと見とってくださいねって言って、青空パンチの写真。青空パンチの写真を出したまんま行くのはいいです。それは OK です。はい。だけど、BGM も何もクソもないから、虫の音しかですね、ピーピーピーとか、なんか、おーいとか思いながら、で、新規でポンって来た人が、あれ、これは今何の時間ですかって言ったら、パンチ鑑賞の動画が、パンチ鑑賞時間ですとかですね、吉野さんトイレ待ちですとかですね、なんかいろいろ分かります。面白いですね。はい。
で昨日もその何ですか、やっぱりコメントをやっぱりちゃんと見て話をしてるっていうのがよう分かりまして、私はもう本当最初ずっとコメントしないでこう吉野さんのライブって見てたんですけど、昨日結構しましたね。でもなかなか皆さんコメントしないのか、私がしすぎて入ってこなかったのか分からないんですけど、歌いたいんですね、あれ。めちゃくちゃ歌いたいんです。だけど、知らない曲は、というハミングになってしまうので、ある程度、あの人の、こう、ストーリーとか、ね、ライブとかを見て、あ、こういう歌を知ってるんだ、っていうので、こう、出していく、小出しに出していく。まあ、ジャンル広いですよね。ラップから、バラードから、ロックから、アニメからというところですね。はい。昨日も、吉野さんがずーっと歌ってきたような、歌を全部こう全部コメントしてみたんですけど、全部拾い上げたんですね。ありがとうございましたということで、またワーズマンっていうですね、吉野さんの、ね、お友達とコラボしてね、2人で歌ってほしいですね。ワーズマンさんってご存知ですかね、デビューをされる方ですかね。あれは絶対見てたらいいですよ。もう過去の吉野さんのポストで多分あるんじゃないですかね。まだ残すとかもしれませんね。神回とかって言われておりましたですけど、あの時に吉野さんめちゃめちゃ楽しそうやったですもんね。やっぱ一人でこうライブするっていうのはやっぱ大変やなって、やっぱ改めて思いましたですね。でもあの人楽しい、面白い。でもいよいよですね、やっぱ来ますね。もう10月ってまだまだやねとかって思ったんですけど、やっぱ近づいたらタン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 と早いですね。さあ今年もだいぶ皆さんもこう熱上げて行きたい行きたいっていう人もやっぱ声聞こえておりますんで、今年ね今回は何人ぐらいね動員されるんやろうかと思ってすごく楽しみにしてるんですけどね。はーい。さて、じゃあ明日はもう土曜日になりますかね。はい、やっと週末来ましたねということで、天気もどうでしょうか。こんな感じで行けば雨も降らんのかなと。なんかですね、天気崩れるって言ってたんですよ。全然ですよね。なんか崩れないですよね。もちろん気温は下がってきてますけど、はい、今週いっぱいはまだ持ちそうやな、外でって今思ってるんですよね。はい。だから来週の、お休みの時にもう取り込んでしまおうかなと思っております。大体15度がね、切るか切らないかっていうので、なんか皆さんこう動かれてると思うんですけど、とりあえずもう何回も言いますけど、部屋片付けて、家に、ね、入れるちょっと株をもうちょっと整理しておかないと、やべえことになるよねとかって思ってですね。はい、今思っております。はい、じゃあそうですね、明日は土曜日ということでお休み、いいですね。私はまだ全然始まったばっかりみたいな感じなので、お仕事ですが、ミロですでやっていこうと思います。はい、じゃあ明日も元気よく、今日も元気よく頑張っていこうと思います。じゃあ今日は以上です。てっけにーじー。